なぜこのような格好をしているかといいますと、今度8月に、私 の, あのプロモーションビデオが発売されますので、そちらのロケの最中ということで、このような格好をしているわけなんですけど、8月に発売されますので、その時は皆さんよろしくお願いいたします。あと試合の方なんですけども、
この間の JWB で尾崎真由美選手と試合をしまして、後頭部の方をちょっと強く打ってまして、ドクターストップかかってますので、今日の試合は欠場させていただきます。次回からは出場しまして頑張りますので、その時は応援よろしくお願いいたします。Yeah!
うるせえよお前は。おーけHey!
つだ。なあ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 。そうですかね、組んでない割には
そうですね。やっぱりコンビネーションですから、はい、どうですか。これからもうまた組むような機会っていうのはどんどんあるわけですか。どうですかね。自分たちがメンバー組んでるわけじゃないですけど、まあ組む機会あったらまた今日みたいに勝利につなげたいと思います。勝利っていうよりもなんか最近やっとプロレス。スタイルっていうか自分のスタイルっていうのをやっとなんか分かってきたっていうか、そういうプロレスのきっかけじゃないですけど、プロレスの形のきっかけっていうものをつかめてきたんで、まあ、これから先ものにしていけたらいいなと思ってますけど。プロレスが面白くなってきた、うん、最近やっとです。これからどん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 もっとプロレスの方向性っていうのかな、そういうのが変わっていくような、はい、そうですね。前とは全然違うと思うんで、それを楽しみにしてファンの人も見ると面白い。そうですね。わかりました。今日おめでとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。頑張ってください。はい。なんかコメントはないですか、二人？水着が来てよかったですよ。危うくナイスバディを見せるところでした。探し続けてやっとたどり着いたものがある。何も残さない哀れな姿になってもお上品じゃいられない憎い顔がある。かわいそうな暗闇にいつだって人は勝てる。明日のことを思う馬鹿げた性格を持たない私、いつも探してたステージ、時が経って少し変色してしまったけれど、次第にたくさんの光を浴びて前よりも大きくなった。Yeah!
あじゃあ、あじゃあ、もう山下の私だよ、もう。さ好き嫌いが多いから。乾杯。ロケの合間を縫って、私のおすすめ料理を紹介したいと思います。今浅草に来てまして、ロケの真っ最中なんですけど、いろんなことやらされるので結構疲れてますので、私のセンスに合わせた食事を紹介したいと思います。美味しそうですね。じゃあまずメニューを紹介したいと思います。これが林ライスくんです。これがオムライスセットです。これはグラタンとスープとサラダちゃんもついてます。で、とっておきのメニューがこれです。これは何でしょう。クリームあんみつ、クリームみつ豆です、ね。それでは早速食べてみたいと思います。食べたいでしょう。いただきます。何から食べましょうか。食べていいんですか。じゃあいただきます。お腹が空いてたんですよ。もうずっとロケの間何にもご飯出してくれないんですから。うん、美味しいです。なかなか暑いんでなかなか取れないんですね、これね。美味しいです。これ豪華にハーバーグッダイなんで具がいっぱい入ってるんですよ。
あのマロンちゃんが入ってるのでマロンちゃんから食べてみたいと思います、うん、この通り全部食べました。お腹いっぱいです。これどうせ全部食べてないんだろうとか思ってるかもしれないけど本当に全部食べたんだからね。これこのお腹を見れば分かりますけど本当にお腹いっぱいです。ここのお店は、何でしたっけね、浅草の新仲見世通りにある聚楽というお店です。美味しいものばかりで結構味も美味しいのでぜひ皆さん浅草に来た時には聚楽に来て食べてください。次は、一緒に過去の部屋を訪問したいと思います。思います。こっち。おう。ベノ。おはようございます。ベノ。なんだよ、あんた。なんだよ、あら。なんだよ、ちょっとお邪魔しようと思って。なんで、あ、えーた、おはよう。なんだよこれ、ね、いつもそんなの着て寝てんの。なにそれ、なにこれ、今着て寝てんの、うん、なんかこの間さ、パンツ一丁で寝てるそういう日も。お邪魔します。なんで来たか知ってんの、私たち噂には聞いてたでしょ。知らないですよ、部屋あんまり見ないでね。お風呂とか開けてた訪問でーす。えーた、なんですかこれは。これはその辺座ってください。ベータ、これはお土産、山田さんお土産って2枚しか入ってないんですよね山田さん山田さんが家を訪問しに来たの、うちの家を、うんうん、ね、あ、分かった、隣のうちの夕食みたいなやつ。そうそうそう知ってますよ。夕食ってことは出る夕食、いや出ないです、私料理得意なんで。ベータン、あんまり出せないですよ、人前に。ベータン何でもないね、だっこんち、うん、引っ越したばっかだからね、うん、痛いってば、ね、痛いってば。本当は何かあって片足なんじゃないのあんま映さないでくださいね、まずいもん出てきてるかもしれない。すごいね。はい、ベータです。すごいですよ。何それ、いいね、これ引っ掛けられるんだ、ね、動く。まだ引っ越したばっかりですから。あ、でも壊さないで、ガムテープで止めたんだからそれ自体がゴキブリホイホイかと思っちゃったこの人たちゴキブリホイホイいっぱいあるんですよ。ホイホイじゃなかったよ、このゴキコロニいや、なんか女の子らしいと思いません、こういうのとか。アダムちょっと間違いだね。なんかやってやろうと思ったけど何も。冷蔵庫開けたら、冷蔵庫冷蔵庫何も入ってないから、開けるんだよ、開けないでください。冷蔵庫みんなね、開けてんだからね。冷蔵庫何にも入ってない、何にも入ってない、でもマジで何にも入ってないの。じゃあ恒例の冷蔵庫発見はい、恒例の冷蔵庫です。じゃじゃーん何にも料理しないもんだ。梅干しなんか入ってる。何にもないんだよね。なんか出せっちゅうんだよ出そうと思ったんだけど5ミニぐらいしかないんだよ本当にもうダサいよだってさ、突然来んだもん、電話ぐらいしろっちゅうんだよ。お土産2枚ですよ、2枚。だってみんながどうやって分けんのじゃあみんな食べた。あ、そうなんだ。本当いっぱい入った本当かな、嘘っぽいな。もう一個あってのが持ってくればよかったね嘘思ってない、思ってない。あー、すごい、さすが、いいね、7階は1回出したばっかりやろ1回出したばっかりだし、水戸と王将で取らないの。
なんかあそこに外に干しといたんですけど、ね、みんな1階だよね、なんか。そうなんですか。あ、ベータンだ。そうだよ、ベータンがいる。はい、ベータン。何2人で、何でもないよ。あ、2人でそういうこと言ってんのね。でこれで何、はい、それなんかわかんないんですけど、石鹸。何これ。嘘。もらいもんです。ガブランに入れるやつ。いや違う、タンスに入れるやつだよ。わかんないです。もらいもんですから。えらいだっこちゃんって可愛いでしょ、うん、もうこれ今日この日のためにやったわけじゃないから。今日この日のため。突然来たのよ、そんなことあるわけね。カットカット。なんでこんないっぱいあんの。これえ、なんでこんないっぱいあんの。全日本の王者だったから私。いいな、教師何もない。何もないの、部屋狭くて映すとこ困ってんでしょ。じゃあここ開ける。いやダメです。一番狭い、私この3人の中で。いや、うちも狭かったよ。いや、あんたじゃあそこ広いじゃん。開けないでよ。ねえ、冷蔵庫ってあれついてんの、あれ向こうに。あ、そうです。アダモンちゃんがあれしかないんだから。そうなんですよね。この人氷氷ってうるさい割には氷作れない。アイスと卵さ、一緒に置いてあって、卵はアイスになって卵アイスになっちゃう。あはは、違う違う。聞いて、皆さん、だっこちゃんちの食器類はここなんですよ。ほんとだ。うわぁ、食器が入ってるんです。冷蔵庫に食器入ってる。もうバラさないでくんない。私は何でも知ってるの、だっこの家の秘密を。ねえ、ここ冷蔵庫置きなの。そうなんです、最初から置いてあったんですよね。冷蔵庫じゃない、なんだっけ、洗濯機。綺麗だな。見ちゃおう、見ちゃおう。おしっこしてみて。あ、まずい、ブラシが2つある。そこまで気が回らなかったわ。じゃあこれカットにするねえ。どうする。カットにして、歯ブラシもう一回入るとこから取って、歯ブラシ抜いといて。オフだっていうの、今日知らんじゃん。あんたちゃんと来るんだよ2時に。分かってんの。本人と一人オフしてるじゃない。午前中はオフなんです。なんで歌うたいに来るんじゃないの、会場に。いや、試合してますよ、もう。仕事ねえ、じゃあ帰ってよっか。帰んの、うん、なんか作ってくるの、ご飯。なんか取って、出前ピザでも何でもいいか。うん、出前ぐらい取ってあげるよ。本当に取ってくるならまだいるけど。じゃあね、また来るね。お、じゃあね、お疲れ様でした。お邪魔しました。山田さん帰ったって聞いたのに。バイバイ。帰ってしまいました。Thank you.
Thank you.
Thank you.
生活でやってみたいこと、やっぱ夜遊びディスコとか行ってみたい。あんまり行ったことがないので、あんまりとか行ったことがないのでジュリアナに行ってみたい。まあ最近なんですけど、やっぱりプロレスがすごく楽しくなってきて、自分のやりたいプロレスっていうものがやっとつかみかけてきたところなんで、すごいやりがいがある仕事だっていうのはやっと分かったんで、今すごい夢中になってます。普段の生活の中ではプロレスラー井上貴子ではなく普通の井上貴子に戻っていたいですね。ビデオ、レンタルビデオの普通の映画とかですか？映画とか。はい。あ、この間たまにしか見ないですけど、はい、この間見ました。どういう、この間見たのは愛人というやつとラーマンでしたっけ。あと南野陽子ちゃんが出てるエイズのやつ、私にキスしてでしたっけ。そして、いや、わかんない、なんかそういう題名のと、あと花嫁、なんだっけ、パパの花嫁じゃなくて、なんだっけな、忘れちゃったな。そういう感動したのは、だからそのパパはなんとかってやつなんですけど、何でしたっけ、題名わかんない。外国もんなんですけど、名前なんだったっけな、思い出せないな。忘れてしまいました。じゃあパパの花嫁じゃない、花嫁のパパかな。将来の夢として、まあベルト、今3Wのタッグのベルトに堀田選手と挑戦してるんですが、そのベルトはもちろん取りたいと思ってますし、あとはやっぱり、強い、今まですごくアイドルアイドルって言われて弱いイメージがすごいついてるんで、強い女だと思われるような試合をしてみたい。雑談してればいいのに。なしにみんな消えちゃった。なんで消えちゃったんですか？ほら、そうそう、これね。はい。切れ目ですか？いや、切れ目。あ、ニキビですか？そうなんです。でも髪長い人ってさ、髪つかまれた。そうなんですよね。あれ自分で何まくれるの？っていうか、なんていうの、自分でこう。ガーンとこう、行かなきゃ痛いんでしょ、うん、こんなやつじゃなくて、なんかもっとパワーもあるやつ。そうなんですよ、こういうのしかできないんです。Thank you.
信じることを教えてくれたね。疑うことが一番辛いことだと。笑っていったあいつの顔を思い出す。いつも心悩まされるけど、そんな男に恋した。あなたがいるから優しくなれる。私らしくないよね。そよ風もすれ違う人たちも何もかもが心地よくて、あなた好みの女になりたいと懸命に大切な時間が、無名の恋心。